はい、ダーマスチャンネルのダーマスと申します。今日なんですけど、こちらのメニューで僕がね、好きなものを好きなだけ食べたいと思います。はい、まずね、こちら牛乳屋さんが作ったチョコレートラッテ、こちらをね、いただきたいと思います。で、今ね、並行して温めるものを温めて、どん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 食っていきたいと思います。これ初めて飲みます。牛乳屋さんがちょっとストローないんで直で行かせていただきます。うわー、チョコレート、もうね、ここの瞬間でね、チョコチョコしいなって思ったけどね、マジでチョコレートやな。美味しい。てかもう腹減った、やばい。ちょっとね、今日朝飯がプロテインとかね、満足して食えてないんで、もう早く食いたい。でね、なんでこの企画をね、やろうかなって思ったきっかけはね、もう最近疲れとる。シンプルになんか体がきつい。この前柔道の練習もしに行って、小学生にね、30人連続で投げられるというね、鬼畜の練習をね、させられたんで、もうそれも相まって、もう疲労困憊や。そんな時にね、ちょっと自分をリフレッシュしようじゃないかっていうことで、フラッと立ち寄ったセブンで、あ、ちょっとこれ好きなもの好きなだけ買ったらどんぐらいいくんかなと思って、あ、これ食いたいと思ったらもうすぐカゴに入れて、じゅん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 買ったら、こんなになっちゃいました。一品目がこちらでーす。もうなんかいろいろ溶けてめっちゃいい感じになっとる。これをちょっと混ぜて混ぜて。僕はね、大のパスタ好きなんですよ。だからとりあえずちょっとね、うまそうなパスタがあったから買いましたと。うわー、これね、タラコとクリームのベストマッチというか、ダルビッシュとね、大谷翔平が組み合わさったみたいな、そんな感じの融合やな、これ。こちらをいただきます。うますぎ。これは優勝間違いないわ。からし明太子がなかなかパンチ効いていいな。たらこか。おいおいおい、なんでこれ今まで買わんかった。俺大学の頃知っとったらこれ毎日これ食っとった。ただちょっと値が張るけどな。俺は大学の頃、今回は買ってないけど、カップ焼きそばでごつ盛りっていうね、焼きそば、あれをね、マジで週5食っとったな。98円ぐらいでめっちゃ多いんよね。パスタってこのくる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 するのが難しいよなっていう小学生みたいな悩みを言う26歳ダーマスです。ずる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 するの行儀悪いって思う方いるかもわからんけど、この状況に立ってみ、ここに座ってそれ言える？俺は言える勇気はない。そんなのもう気にせず食いたいもん。この空間だからこそ、今俺が発信できる。うまー。そしてチョコで流し込む。タラコとチョコのスパイスー。バチクソうまいんだけど。どうぞ。続いてこちらをいただきたいと思います。これも初めて飲む。飲むソフトクリーム。デザートがやっぱりちょっと多くなっちゃったな。なんかね、いつもあんま食わんからこそ、こういうデザートが食いたくなるんよな。これはどうなのか。いただきます。うわ、まんまやな。うわ、面白。生クリームを、ドゥン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 ってこう集めたんで、ギュンってしたやつをここにジュンってやって、俺がギュッて吸っとるっていう。そんな感じです。もうあれだ。プリンだ。滑らかプリンみたいな。それです。続いてこちら、油淋鶏弁当ですね。これもうまそうだった。あんまり食わんよな、油淋鶏って。でもうまいっていうね。いただきます。うまー。うまー。ちょっと待って、これマヨネーズ浮かせや。くわーつわー。これいただきます。多分3食これ食っとったら寿命10年やな。それぐらい体に悪そうだけどうまい。マジうまいな。今真冬でクーラーとか暖房とか何もつけてないけど汗かいてきました。それぐらいなんて言うんだろうな、テストステロン値が上がってくるよね。続いてこちら、俺の大好きなモンブランいただきます。今ね、チャーハン温めてる間に口直しでモンブランいただいちゃいたいと思います。モンブランって俺一番好きだから、ケーキ史上26年間モンブラン好きです。こちらですよ。すっきり爽快。何の香りが鼻にから抜ける。これ
なんか不思議な味やな。美味しいよ。辛いの食べた後って甘いの食べたくなるよな。甘いの食べた後って辛いの食べたくなるよな。不思議。はい、続いては、はい、チャーハン、そしてこちらのウインナーをいただきます。うわ、いい匂い。僕はね、自分で作るチャーハンはね、結構ベチョベチョ系の方が好きというかね。パラパラしとる。パラパラ、パラパラの良さがあるよな。この金のソーセージね、こちらも。うわ、うまっ。まじうめえやん、これ。あう。この音聞こえるかな？これよ。今ね、パラパラチャーハンを食っとって、嫌いな点をね、一つ見つけました。パラパラすぎて、一気に少量しか作れん。これ弱点やな。俺は結構一口でガバッて作って、ガーンって食いたい人なんよ。あんまね、ちょびちょび食いたくない。美味しいものはね、頬張ってこそ美味しさが倍増しますから。これ弱点やなぁ。結構しかも俺にとったら、大きい弱点なんよなぁ、これ。このサークーゾーって言った時に、これボトって落ちるやん。だからさっき俺も連続で3回とか食っとったやん。そんな時間がもう無駄だもん。その3回食っとる間になんかもう他のもん食いたいしさ。人生の時間を損する。はい、今ね、カップ麺温めてる間にデザート選手権開催しようと思います。こいつらの中でどれが一番うまいのか。西尾の抹茶もこ。こちらいただきたいと思います。シュークリームなんかちっちゃい版みたいな。多分これふわふわやな、持った感じ。俺の好きなタイプよ。すごい出てくるな。うわ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 。なるほどね。まず柔らかい。抹茶はだいぶ濃いめやな。お菓子の抹茶っていうより、あの本当のお抹茶って感じの抹茶だね。結構苦い。オッケー。続いて、雪いちご選手の登場です。コンビニ限定って書いてありますね。いちご大福がね、もともと僕好きなんで、ルックスはこんな感じです。いいルックスしてますね。これももちっと系、あ、もちっと系が好きかもしれんな。俺、わらび餅とかも好きだし。おぉ！すごい！いただきます。すごいな。大福じゃねえよ。生クリームとカステラみたいなやつが入っとる。で、この皮はもっちもち。雪見大福みたいな。すごい。わかったわかった。黒ごま豆乳、ブラマンジュパフェ。わらび餅と白玉がもう見えとるから、絶対うまい。中プリンですね、プリン。あと、くるみと上にこの黒ごまのペースト。あー。黒ごま強めやな、やっぱり。白玉とわらび餅、そこをカバーするごとく現れたのが、このくるみ。これが食感のイントネーションを変えてくれる存在となってますね。わかりました。そしてラスト。ラストに登場するのが、ふんわりクリームシフォン。なんで最後に取っとったかっていうと、違う味の種類のやつをね、食ったことあるんよ。抹茶のやつをね、その時は食って、感動すら覚えた。それぐらい美味しい。やっぱ俺は、ふわふわとか、もちもちが好きなタイプなんやろうな。そしてこんな感じで上にね、生クリームが入って、ここにもね、生クリームが入ってる。なるほどね。美味しい。オッケー。はい、じゃあね、このカップ麺3分待ってる間に順位発表ね、していきたいと思います。で、1位とドベを残して、3位から行きましょうか。第3位。いやー、ちょっと迷うな。抹茶もこでしたー。これがなんで3位かっていうと、俺にとったらちょっと苦い抹茶でしたね。抹茶って感じだから、味に変化がないというね。もう一種なんか生クリームとか、そういうの入れてあったら多分もうちょい上位に食い込めた。でも生地とかふわふわ感はね、好き。続いて第2位。こちらー、いちご大福みたいなやつー。美味しかった。まあね、ちょっとね、欠点があって、これ、切りづらいわ。なんかちょっと、ぐぬぐぬになったあれ、粉がめっちゃ落ちる、下に。でもね、味は美味しいね。あと、なんて言ってて、このカステラも入れてきたのが俺の中で高ポイント。生クリームだけだったらね、ランクがもうちょい下でした。カステラ、生クリーム、いちご？なんか結構すべてがマッチしとったな。美味しかったです。そして、栄えある、第1位は、黒ごまかシフォンケーキ。第1位は、こちらー、シフォンケーキー。やっ
ぱりこれが美味しかったな。食べたことあったから言えるんだけども、食べたことあった。うん、この生地感といいね、生クリームといいね、めっちゃいいんよ。美味しい。順番は最後だったけど、そしてプレーン味だったけど、こいつらを全て凌駕するというね、シフォンケーキの強み。これ量が多いし、結構ね、大満足。ちょっとまあ根は張るけど、さすがにね。そして最下位、黒ごまのやつ。美味しかったんだけど、でもまあ、2、3、2、3、4はどんぐりかな。本当に接戦でしたね。なんで最下位にしたかっていうと、白玉とわらび餅がもう1個プラスされとったら2位でしたね。こちらを最後締めにいただきます。チリトマトヌードルにしましたね。これもね、結構ピリ辛で美味しいんだ。ちょっとお湯入れすぎだな。匂いがいいわ。完全に水の量多すぎたやん。薄すぎなっとるかい。はい、食べ終わりましたー。でね、今回何円いったかっていうと、3927円でしたね。で、カロリーはここに出てると思うんですけど、皆さんよかったらコメント、高評価の方も、あとね、チャンネル登録もよろしくお願いします。という感じで、バイバーイ。